こんにちは。射水市消防本部からのお知らせです。はじめに熱中症についてお知らせします。これからの季節は気温も上がってきて熱中症になる恐れがあります。しかし熱中症は気温などの環境条件だけではなく、人間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。特に今年はマスクをつけていることが多く注意が必要です。まず次のような日は熱中症に注意しましょう。1. 気温が高い日、 2. 湿度が高い日、 3. 風が弱い日、 4. 急に暑くなった日です。また次のような方は特に注意してください。 1. 体調の悪い人、 2. 持病のある人、 3. 高齢者、幼児、 4. 肥満の人、 5. 暑さに慣れていない人です。熱中症には予防が大切です。予防法としては、日傘や帽子をかぶり、涼しい服装で過ごす、水分をこまめにとる、暑い時は無理をせず日陰などを利用して休憩する、水分を取る時は塩分の補給も忘れないようにしましょう。また万が一あなたや周りの人が熱中症になってしまったら、落ち着いて対処しましょう。熱中症の初期症状はめまいや立ちくらみ、大量の発汗、手足の痙攣などです。呼びかけて反応があれば涼しい場所に移動させ、衣服を緩め、首や脇の下、太ももの付け根を冷やしましょう。もしも呼びかけに反応がない場合は、すぐに救急車を呼び、応急処置をしながら待ちましょう。次に救命講習についてお知らせします。人は心臓が止まり、何もしない状態でいると脳細胞が死滅していき、3、4分で蘇生が困難な状態になります。救急車は要請してから到着するまで全国平均で約8分40秒、射水市の平均到着時間は約6分50秒です。救急車が到着するまで何もしないでいると、蘇生が困難な状態か、蘇生されても後遺症が残ってしまう状態になる可能性があります。そこで射水市のホームページには救命講習の種類や心肺蘇生法についての掲載があります。ぜひ一度ホームページを覗いてみてください。救命講習につきまして、お電話でのお問い合わせも受け付けております。お問い合わせは射水消防署、もしくは新港消防署の救急係までお気軽にお問い合わせください。年齢にかかわらず、人が心肺停止になる可能性はゼロではありません。いざという時に落ち着いた行動が取れるよう、救命講習の受講をしてみてはいかがですか。次に消防団員募集についてお知らせします。現在市内各地に地域の防災リーダーとしてたくさんの消防団員の方が活動しておられます。火災が発生した時はもちろんのこと、集中豪雨により冠水した時など、いち早く現場に駆けつけ、火災の消火活動や冠水地区の復旧活動など、安心安全な街づくりのため日々活躍されています。また防災広報活動や防災訓練の指導も行っています。あなたも地域のリーダーになりませんか。自分たちの街は自分たちで守るという意気込みのある方、消防団員大募集です。また射水市では消防団サポート事業として消防団応援の店制度を実施しています。消防団員、その同伴者がお店を利用した際に割引やポイントの優遇など各種サービスも受けられます。興味のある方、入団を希望される方は地区の消防団、消防署までご連絡ください。よろしくお願いします。射水市消防本部からのお知らせでした。